こんにちは羽賀光ですえー、今回は六星戦術の真実というテーマでお伝えさせていただきますこの日本においてですよね最も有名な占いというのは多分この細木和子さんの六星戦術だと思うんですけどもはっきり言います私から見てですよねこの六星戦術なんか違うなとかどっか間違ってるんじゃないのかなって思うところ多いわけなんですね六星戦術で何星人がこうみたいなことですよね知ってて 自分でこういう性格だって思ってる方も多いと思うんですけども実は間違ってるところもあるそしてうわなんか大作界だとかこの星こんな悪いこと書いてるっていう面に関してはととわれななくていいよといようことなんですねでね何、まあ、で私がこの話をするかということなんですけども、あのー、私には神社だとか真理だとかですよね、まあ、いろんな発信をこの「神社チャンネル」で行ってるんですけども一番難の専門家と言われましたらこの東洋思想運命学の班長なんですね。 でね細木和子さんの「六世戦術」がどういった経緯成り立ちでできてしまったのかってことをですね今回の動画で解説するってことなんですね。でねはっきり言いますこれ結論に近いんですけども結論ですよねもともとの占い運命学に基地や京とか運がいい悪いとかなんかこの時期は恐怖の時期ですよっていう時期なんてないっていうことなんですね。そうそもそそううもものの占いってのはそうなんですよ 人はですよねいつだって幸せになれるしいつでも開運できるということなんですね、まあ、いつでも開運するいつでも幸せになるための方法論っていうのをこの「神社チャンネル」でもお伝えするわけなんですけどもやっぱりね人間って思い込みとか囚われができちゃうわけななんですねうわなんか運の悪い時期やって思っちゃったら本当にそう見えてくるっていうねでも吉や京がないとか運がいい悪いっていうものがないんだってことがちゃんと分かってたらそういった えー、悪い現象であったりだとか不運不幸も訪れにくいということも言えるわけなんですねだからちゃんと正しいことを知るってことが大事なんですじゃあ正しい占いの歴史であったり運命学であったり東洋思想の歴史特に中国においては一体何なのかってことなんですねでざっくり歴史について解説をしますざっくり歴史ですよもっと細かく言いますといろいろあるんですけれどもまずですねこの六星陳述の成り立ちについて知るということなんですねで えー、そもそもですねこの運命学とか占いっていうのは一体どうやってできたかってことなんですけども古代のですね、まあ、シャーマンというか、まあ、霊能者といいましょうか凄まじいインスピレーションを持った方ような伝説の神にも近いような仙人がいたってことなんですね。でこの代表的な神にも近いような仙人か、まあ、おったかおらんかったかよくわからん代表的な3人の聖者がいましてこれが皇帝復帰神王って言います。 でこの皇帝復帰神皇という方々たちですね、まあ、日本で言うと神話で言うとアマ天照紗のツクコミみたいなイメージなんですけども、まあ、この皇帝復帰神皇をはじめとする伝説の神仙人聖者たちがいたってことなんですねでその聖者たち神のような人たちっていうのはですね本当に宇宙とつながって真理とつながってインスピレーションで宇宙の法則天地自然の真理の法則を下ろしたっていうことなんですね。 でそういったものでですねずっと中国で連綿と脈々と、まあ、3,000年まあもっと古くか4,000年前とかね3,000年前とか,からまあこれ文献でま書いてある憶測なんですけども伝わってたってことなんですけどもそれをですねはっきり形にした時代の転換点があったわけなんですね。それが、ね、孔子と老子老なんですよで こうして漁師っていうのはですね。これ思想家として有名なんですけども、これね。はっきり言います。今の言い方で言いますと、占いのマスターであったってことなんですね。で、老子にしろ孔子にしろですよね。実は文献にはこれまあ残ってないところで、まあ孔子の場合は易経というですね。ま1つのそういった思想体系を作り上げたわけなんですけども、それをですね。今でいうところの占いとして活用してたんじゃないかと言われています。 で老子もです、ね、これ思想家なんですけども実はそういった人の運命に関する秘密をです、ね、知ってたんじゃないかという話があるわけなんですね。でそこから時代が流れてです、ね、この老子の思想家集団に影響を受けて一つの思想体系を完成させたのが帰国子っていう方がいたわけなんですね。 でこの「帰国子」っていう方が作った運命学の学問が「三命学」という学問なんですこれは今の日本でも有名なんですねでこの三命学から生まれた理論が天中殺理論というものなんですよでこれはねはっきり言うと昔の中国ですよねにおいては帝王たちが使う帝王学の一部だったわけなんですよ簡単に言ったら、まあ、王権といいましょうか当時の政権が流れるためのですね国を支配するためのですね、まあ、そういった知恵として一つ活用されてたということなんですね でもうこれはね今でこそ占いって言ったらインターネットだとか本だとか誰でも学べる学問なんですけども当時はですねそういった一部の戦略軍しか知らないような学問であったってことなんですね。でそっから時代がさらにですねどんどんと流れていってはい「市中水命というものが完成します。でこの「市中水命という教えを作ったのが城志兵さんっていう方なんですね。 でこの「市中水明」になった段階で何かって言ったら「運の良し悪し」とか「吉や京」とか「言い悪い」みたいなものが出来だしたってことなんですねでそっからですねこの「市中水明」っていう学問ができましたとそっから江戸時代に日本にこの「市中水明」が入ってきますでこの「市中水明」の教えをですね独自の世界観そして自分の経験をもとに色付けして作られたのがこの六星占術ってことなんですね もともとはそういった宇宙であったり心理の法則であったのが細木和子さんのだいぶ経験が補足されて作られたのがこの「六星戦術」というものだということなんですね。で冒頭の話に戻るんですけども例えば大作家とかですよね天中殺とか聞くとうん悪い時期やとか何か良くない時期やっていうイメージを持ってる方って結構多いと思うんですけどもこれは細木和子さんがやっぱりそういった色付けといいましょうか味付けをしてしまってるものなんじゃないのかということなんですね。 でね、今回の話のポイントなんですけどももともとのです、ね、そういった占いの思想なんですけどもこれは自然科学でであったとということなんですね。まあ、当時はですね、そういったスピリチュアルだとかなんか現実だとかっていうことがだいぶ区別がないといいましょうかね政治でも占いを生かすし精神世界を生かすしみたいな時代が昔の中国ではあったってことなんですね。で基本的な考え方といたしましては人の心は自然であるともしくは神も自然であると。 でこの神の神法則自然の法則っていうのをです、ね、記しているのがここののの、えー、元々のその運命学の教えでであったとということなんですねで自然にですよねいいとか悪いとかないじゃないですか雨が降るって言ったらね人間的な観点で言うとうわ雨降って嫌やなとか思ったりするかもしれません台風来たな嫌や,やなとか地震来たな嫌や,やなとか、まあ、今回もです、ねまあ、ウイルス騒動ですよねいろいろ揉めてますけどもあれも一つの。 自然,現象っちゃ自然現象なんですねいやまあ人口だとかそういった説はちょっと置いといてね今回はねそうそういった自然の働きっていうものがですねあるということで自然の働きにいいも悪いも善も悪もそもそもないじゃないですかねえー。ということなんですけども。 人間視点でですねしかも当時の世界当時の人たちの価値観であったり世間的な常識に当てはめて吉や凶とかいい悪いができてしまったということなんですねそう運命学の考え方の基本です自然は雷です自然にいいも悪いも基地も京もないそれを決めてしまうのは人間なんですねしかし何度も言う通りそういった吉や凶とかいいとか悪いとかっていう思い込みやとらわれがあったりするとその思い込みとらわれで現実が動いてしまうっていうことなんですねだから何度も繰り返し言るわけなんです運運命に運勢に勢 星にに相性に吉や凶もももいいも悪い,ってないい,いも悪いもななってことなんですだから占いでですよね「吉や凶とか出たとか「いい」とか「悪い」が出たとかっていうとかなんかこれ悪いこと書いてある気がするとかっていうことは一切とらわれなくてもいいという話でございますね。 細木和子さんの6世戦術もですねやっぱだいぶそういった記述が見られてしまいますのでそこはですね気をつけた方が良いということでございます。はい、今回は6世戦術の真実ということで運命にいいも悪いもない基地も強もない相性にいいも悪いもないと、えー、自然は雷という話をさせていただきました。と、はい、ということで またね占いのシリーズということでねこちらのシリーズもお届けさせていただきたいと思います、えー、いいなと思ったらいいねボタンであったりポジティブなコメントであったりもしくはですねメールマガジンを登録していただけたりチャンネル登録していただけたりすると非常に嬉しいですありがとうございましたいでした